失礼します。芸人ハイブリッドライブです。今回ちょっと初めての企画というか、はい、なんですけど、え、お前がやってこいみたいな先輩に一番言われたお前行けよみたいな緊張しちゃってるんだけど、よろしくお願いします。ありがとうございます。今回芸人ハイブリッドライブというイベントに出演いただくことが決まりました。うん、はい、素人さん科学ディレクターとかみたいなもんです、はい、初めてのちょっと人でよろしくお願いします。初めての人ですか？あ、これやるの初めてなんですか？はい、よくあるじゃないですか、ガチャ、はい、うん、これ初めてやん。えぇ、ー、すごい貴重。俺ら、これから嬉しい、いっぱいあるんですよこれテレビでいっぱい見るもん、これ、その度俺たち思い出すんだめちゃくちゃ上手になったみたいなよろしくお願いします。芸人ハイブリッドライブ、はい、芸人さんと芸人さんが2組融合させて45分間のステージをお願いするっていう形になります。ぐちゃぐちゃ言ってくるよ、早い話がユニットライブですよねそう、もう一組もまだ決まってなくて、僕らが指名していいってことですよね。はい、果たしてアルコ&ピースが組みたい芸人とは。もうノンジャンルで誰でも、ノンジャンルでノンジャンルで誰でも面白くなれば、へー、面白けりゃ何でもいいぜストロングスタイル芸人さん、そうですね、芸人ハイブリッドライブなんで芸人さんまともなことで、ね、調子取り戻したんですね組んでみたい人とか、うん、いや、やりたい人は何組もいますけどね、はい、本当ですか、うん、あの、加賀屋とかやりたいですね。加賀屋ね、うん、アルコ&ピースが指名したのは2度のキングオブコント決勝進出を誇り、日常から無限にコントを生み出す令和式コント職人、加賀屋。日常系の名手だと思うんですね。でもどうなるのかな、加賀屋とやったら。もう楽しみですけどね。ただ分かんないです、加賀屋の2人だから今まで成立してきたものかもしれないし、だからもしかすると断られる可能性あるんですよね。いや、そうっす、全然ある、全然ある一番恥ずかしいからやってみたいことってなったらやっぱり本当ですか？なんかあえて加賀屋と我々で漫才とか、あえてまるっとトークとかってあると思うんですよ。でもそれって多分この2組を見に来るお客さんにとってみては逃げに移ると思うんですよね。真正面からがぷり四つでもうコントコントコントですよ。コントコントコントだ。いや、OK 出してくれるんであれば ね、 そうですね、一旦加賀屋さんいいんじゃないですか、ね、やりたいですけどね、うん、じゃあこの後ちょっと加賀屋さんに相談してきますのでよろしくお願いします。お前じゃないやつ行けよ絶対失礼します。おはようござい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 ます。芸人ハイブリッドライブです。芸人ハイブリッドライブが我々加賀屋に、はい、なんのというか、はい、指名を受けまして、指名を受けまして、はい、お呼びさせていただきました。誰かが呼んだから今ここにいるってことです。はい、なるほど。うわ、めっちゃ怖くてなんか何やるんかもわからんないし。先輩じゃん。お願いします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 。ってことはってことですか？っていうことになりますね。アルコ&ピースさんじゃないですか？加賀屋さんで4人いて現職1箇所も使ってない12月26日にライブをさせて、今日2週間ちょっと1週間も10日なんでやばいじゃないですか、はい、でも一緒になんかね、稽古できる日数もないだろうから、はい、実質3日後みたいな感覚本当に多分そうだよね。何より追い詰めるんですか？何分？45分。45分、はい、45分、2組でですか？はい、何をやってもいいですよ。何やっても1本ネタやるとかじゃないんですね、じゃあ。じゃあもっと早く言ったら45分。じゃあもっと早く言ったら45分。僕らで45分。45分です。4人で45分。
見に来るお客さんネタ6本くらいやると思ってるんですか。期待値あるんじゃない、加賀屋がやるっていうのになると、ね、そうだね、加賀屋作品で俺らもそこで動く。いや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 、いや悪いこと言ってるわこの人の。絶対その方がいい。ちょっと、あ、そっか、あ、なんでこんな落ち着いてるんだろう。そうだ、分かった。そういうことじゃん。なんでそんな深く座ってるんだろうと思ったら、どんだけ後輩だと思ってるんですか。別にほら、全然なやり方はあるわけじゃないですか、ね、はい、例えば企画的なものもあるし、はいはい、あえて漫才とかも、はい、いろんなやり方がある中で、あ、そうですね。だけど俺は、はい、真正面からのコントの方がいいんじゃないかと。マジでそうだと思う。いや、絶対そうだ。いや、絶対コント見たいって。コントの方がいいと思う。まあまあ、まずやるんだったらコントっていう方がいいんじゃない。なるほど、なるほど、なるほど。まあ、なんかがっぷり四つで組んだ、うん、なるほど、ほんとシチュエーションコント、シチュエーションやりたい。いや、コントやりたい、マジでやりたい。違うの、よくないですよ。あ、お二人の僕らは作るものもすごい好きなので、はい、だから、本当にもうオープニングで一筋のサスが舞台上にもう開演時にはもう入ってて、そこに一輪のバラが置いてあるぐらい。めっちゃよくないだろ。そういうのやりたい。よくないって冷静に考えるダサいっすよ。ダサいって、その始まりがやばい。人に入ってきてそれを拾い上げたら、パンって一回暗転になって始まるみたいな。で、それが最後のシーン。いやいやいや、繋がってる、繋がってる。カラオケコーナーとか入れるか。一人一曲だったらもうそれだけで。で、それも実は繋がって、コントに繋がってる。いや、あるある、そういうのあるって。すんげえ自然にやってて、こういうトップにエンジニアはこの惑わされてできないよ。そんなのバグだらけのソフト出して4人のポイントがクロスするっていう意味でヒューマンスクランブルっていうのを1個書いて、背骨に人間交差点、うん、人間交差点って書いて振り仮名がヒューマンスクランブルですか。そう。いや、やばいぞ、そういうアイディアだけ出て終わりそうだ。本当に45分でなったら5本は作んないと。そうですよね。3本でも15、15、15でもいけるけどね。うん、いけると思うよ、多分。え、これもしかしてちょっと待ってください。2人とも降りて喋る時間考えてなくないですか。え、降りて喋るって、なんかオープニングとエンディングいらなくない。そう、絶対見たいって。え、いらないと思う。いや、いらないんじゃない。うん、いらないんですか。うん、俺らこの2組でやりますって買ってくれた人って、確かに別に、じゃあ降りた世界設定のトークをちょっと堪能しようって、うん、そんな思ってないかもしれない。そうですね、それは。学園ものとかもね。ああ、学ランはちょっといいかもしれないですね。定時制、ああ、いいね。夜間学校、夜間学校いいね。定時制いいわ。ボケとかじゃなくお芝居になる可能性あるよね。定時制のをテーマにしたお芝居、45分。これも山田洋次がやってんだけどね。学校で。そうなんですね。何をどうしたら進んだことになるのかが少しも分かってないかもしれない。できてる初日だとしたら、いや、出汁も取れてないですよ。え、ヒューマンスクランブル出てるのに、うん、出汁も取れてない。出汁取れてないの。出汁取れてない。すごい濃いわ。全然よ。いや、でもヒューマンスクランブルっていうのは最終的に俺らのネタを見てお客さんが感じ取ればいいかなっていうやつだから、名言はしない、別に。なんかヒューマンスクランブルだったよね。ヒューマンスクランブルの暗喩をずっとやって、さとみどう思った、私ヒューマンスクランブルだと思う、え、私もやればいいかな、劇場出ながら、うん、どっかボノボは入れたくない、うん、ボノボ、うん、あの森の剣じゃない、いや、そこじゃないです、ただ通りながら出てこなかったわけじゃなくて、ボノボってやつ、めっちゃ賢い最新鋭のロボ、はい、めちゃくちゃ面白そうだけどな。ボノボって響きがいいですもんね。ラウンダー、そう、ボノボって響きなんだよ。単純に響きだけなんだけど、ボノボ、なんかもう、あの、なんかの茎みたいなもんで蜜をこう、舐めて、あー、はい、ナレーションつけちゃってもいいんだよね。あー、ボノボは学びます、ナレーション、うん、手の届かないところの蜜は、はい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 、草の茎を使って面白そう、どうなんだと、みたいな。いや、でもいいと思います、普通に。ボノボってどうしたらいいですか、その表現っていうか。もうだから、例えば衣装を黒ロンティーをただこうやるだけで、もうボノボっていう表現の仕方にするっていう方が楽っていうか、誰もがボノボにもなれるっていうルールもできるしね。ここ、こうやったら人がボノボになれる、あれはボノボなんだ、できんの。お前ボノボできんの。
え、その道の先にはあるのかなと思って歩いてる道の先にはあるのかなと思った確かにそう言われるとまだボノボちょっとボノボ選手権やる、ここもこの範囲内で、うん、オーディションじゃないか、これでなんかすごい向いてるやついたら、そう確かにそれもしかしたらやっぱできないねになるかもしれないし、これを使うみたいな、ああもう何でも、うん、あでもあすうまい。これはうまいな。この子って言わない方がいいかもね。ああ。ねえ、しない方がいいかな。もしこれだったら。謎の。いやめちゃめちゃいい。これで最終的に早稲田の学生だったみたいな。うん。いやよかった。うん、いけるわ。意外と本当ですか、うん、ボノボじゃないさっきのね、うん、エンジン類っていう、うん、いいでけえなやっぱああこういうタイプね、うん、おおいいいいタイヤ吊るしたくなるね確かにありますねあるこの別に顔とかなんかね、メイクとか衣装とかじゃないかもうわねえ、そうだねうわうわ、大変そうだもんそうだと思ういや、そうだよ、実際そうだもんだと思うだそんなそんな目なんかそうだと思うって答えをお二人どうしますか平子さん、ちょっとあれいや、普通にあれ、これ高井さんあ怖い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 ちゃんと怖いなやっぱ怖いなあ怖いわあちゃんともしかしたらってあこれをこれをシュプリームのステッカーでやるシュプリームをこれをシュプリームをすげえ欲しいがそっかそっかシュプリームのなんかをマジでわからなかった急にバナナと何個かあって食べ物とかがあって、はいはいはい、その中に一つにシュプリームのなんかがあって、はい、みんなに警戒してもらうシュプリームだけがいや面白いちょっと面白いけどそれをあの NHK 風のナレーションでボノボがシュプリームを選びましたプレネがついたボックスロボティですこれはシュプリーム見えるな、うん、野生の感覚でプレネがついたものもちゃんと選ぶボノボ目利きのボノボってタイトルすごいタイトルだけ面白そうだな目利きのボノボこれでも普通にできそうですけどね、うん、これも面白いですよ、実は盗聴器ハンターのコントロー家の中にね家の中入ってピンポーンってきてピーンとかねキー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 コンセントの裏みたいな、うん、具体的めちゃくちゃすごい具体的なこれボノボ出てきちゃったらおかしいことになるちょっとボノボ一回檻の中に入れましょうか平子さんの中のボノボを檻に入れるっていう納得してない納得してないなこれマジで全部見てほしいこれ全部見てほしいですねこの全部を見てほしいマジでもったいないってこれ全部見せなきゃもったいないってゴルフのコントロゴルフこんな絶対ドラゴンボノボが出てくるじゃあもうプロゴルファーボノボワイはボノボやプロゴルファーボノボや聞くなよ喋っついに喋るな喋るなってボノボの呪縛から逃れられない4人だがでも相当なアイデアが出ましたよ、うん、正直、うんボノボじゃなくするだけでできるやつもいっぱいあると思います多分コントだけコントだけマジでコントだけマジでコントだけの企画もなし、うん、企画もなし、うん、それはでもいいですね、うん、それはいいうわーって思います、うん、それは滑ってもかっこいいと思いますめっちゃできたなできた今なんだっけで今とこ俳優がめっちゃ増えましたボノボからボノボから嘘みたいに追い上げてきた俳優が
なんだ、なんだったの。回り道、必要な回り道。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ね、どうも、2日くらい経ったような感覚というか。マジで、本当そうだね。不思議。いや、本当にこんなこと言うの恥ずかしいんですけど、なんか4人でずっとなんか会議室でコントやってるみたいな空気に一瞬なったというか、信じられないくらいボノボって言いました。途中マジで何回ボノボって言うんだって本当にえって思った時あって、でなんか終盤で平岡さんがめっちゃまとめて急にボノボの1時間半ボノボの話して、あとの30分でなんかいけそうな段階のところまでみたいなアイデア急にすごいなと思って、やっぱり楽しかったです、楽しかったです、めっちゃ本当。あとは形になるの、うん、楽しそうですよね。お客さんがボノボの口で来てくれることを毎回祈ってますね、うん、今のところは。そうですね。今日の会の手応えをお願いいたします。いやーないっすね。そうですね、うん、まだ見えないところもありますね、結構、うん、そんなことないだろう。いやでも作ってやるぞみたいな気概を感じましたね。書き上げてくるぞっていう、いやそれがすごかったです、うん、ちょっと違う本当にすごかった。違う、ずっとボノボの話。これ文字起こしをなんかすごい従ってるなって捨てないでこい。捨てほしいから、めちゃくちゃ楽しみです。完全的にやめてくださいよ、めちゃくちゃ楽しみ。一回も言ってなかったら帰り中。この後はで僕ら街になるんで。街じゃない、街にならないよ、街で、うん、仕上がりをね。そうですね。オールコント宣言を放った4人はどんなハイブリッドライブにするのか。結果は12月26日、お楽しみに。